はいどうもバサラですご視聴ありがとうございます 今日はですね、ホームポットミニのレビューをしていこうかなと思います。はい、今日の流れとしてはですね、まずはデザインの話をさせていただいて、その後、まあ、ホームポットミニ、まあ、一体どういうことできんのって話をちょっとさせていただいて、えー、まあ気になってるところね、いろいろレビューも出てますけれども、まあ音の話をちょっとさせていただいて、じゃあ最後ね、まあ買った方がいいのかみたいな流れで話していこうかなというふうに思っています。まずはデザインについてなんですけども、これはね、まあ超よくできてるなっていうふうに、えー、すごく思います。 めちゃくちゃデザインかっこいいかなと思っていて今あそこにねさりげなく置いてありますけれどもあんな感じで、まあ、すごいインテリアに馴染むなっていうような、えー、デザインになっています1万円程度っていう風に考えたらですね全然安っぽいプラスチックみたいなとこもないですし作りとしてまあ非常によくできていますそれでいて、まあ、超小型なのでこうやってね机に置いといてもいいですしベッドサイドに置いてもいいしこういう風なね棚みたいなとこにさりげなくまあ置いてあったとしても どこに置いてあっても、まあ、かっこいいデザインになっているなというふうには思います。 そして C を起用するとね、そこにアニメーションがバーっと出てくるんですけども、そのアニメーションもすごいかっこいいし、光り方もね、なんかすごいエレガントな感じで、めちゃくちゃ良くて、やっぱり Apple 製品のね、デザイン性の良さみたいなところが、まあ、よく出ているかなというふうに、すごく感じていますで。なんですけれども、微妙な点もあるかなと思うのは、上部のプラスチックがですね、すごいテカテカしたデザインになっているので、上のところでね、操作ができるようになっているんですけど、そこはね、よく触るところなので、指紋がめちゃくちゃ残るっていうのは、気になったところと、 あとはですね、まあ、電源ケーブルがね、まあ、なさそうなデザインなんですけども、やっぱりちゃんと電源ケーブルがま、あるところとか、あとは今回付属してるものとして電源アダプターがあるんですけれども、この本ポットミニのプラグと繋ぐとすごい長さになってしまうんですよ。 そうすると、なんか壁際とかね、あのところとかに、例えばタンスの裏みたいなところとかって隙間がないじゃないですか。そういうところに入れたときに、やっぱりね、ちょっとあの長さはあるのはちょっと微妙かなっていうふうなのは思いました。はい、次にですね、まあできることみたいなところをまあ話していこうかなと思うんですけれども、まあこれまでね、Siri ができることであれば、まあなんだってできるような感じです。まあリマインダーをセットしたりとか、まあカレンダーの予定をセットしたりとか、あとはそれ以外にね、タイマーのセットがなんか2個 <laughs>、 まあできるようになったらしいんですけれども、まあそんな感じでですね、まあ r i で、まあ今までやってたようなタスクに関しては、まあできるようになっています。ただこれって他社と比べたときにすごく少なくて、例えば Alexa であれば、えっとスキルがもうね数百以上、まあいろいろあるわけですよね。そこら辺でやっぱりスマートホームって考えたときにはやっぱりですね、かなりまあビハインドだなっていうのは、すごく感じています。 ただですね、アップルミュージックとかを契約されてる方だったりとか、まあ、ポッドキャストとかをもうアップルのものを使っている人にとってはいきなりやっぱりね、スマートスピーカーっていうだけあって、使い勝手の幅が非常にまあ広がります。やっぱりですね、音が、この後音の話しますけども、音がすごくまあいいので、アップルミュージックを契約してる人にとってはですね、非常に使い勝手の良いデバイスになります。そしてやっぱり良かったと思う点が、セットアップの速さですね、もう起動して iPhone を近づけるだけでもうセットアップが終わるっていうような感じのものも使 勝手の良さを非常に感じましたただね Android の人とかどうなるんだろうとかは、えー、この時ね、えー、思いましたね上部のプラスチックのところにはですねプラスとマイナスのボタンがあってプラスを押すと音が大きくなってマイナスを押すと音が小さくなるっていう風になっていてそしてタップすることによって操作できますまあ、タップするとプレイだったりとか2回タップすると次の曲にというような感じでプラスチックの部分を押すことで操作することができますまたですね iPhone で音楽を聴きながらそれをですねホームポットに近づけると音楽をホームポットに パスするような機能があってですね。これがね、結構、個人的にはすごい使いやすかったです。外から帰ってきた時音楽を聴いてるんですけれども、それを帰ってきた時に、ま、すぐホームポットミニにパスして、ま、家でもね、同じように音楽が聴けるっていうのはすごく便利でした。はい。あとはですね、えっと、インターコム機能っていうのが、ま、これついていて、えっと、やってみますね。インターコム。 今日のご飯どうするはいという風うにするとですねこんな感じでですねインターコムがまあ来るわけですねでこれを再生すると今日のご飯どう こんな感じでですね、えっと、同じ Wi-Fi の環境にある Apple デバイスに対して、こうやってインターコム機能がまあ使えるので、まあ、こういった機能もね、まあ、非常に面白いかなというふうに思います。で、こういった機能はですね、全部 iPhone が起点なんですよ。iPhone を使っていて Apple Music を使っている人。こういう人にとってはホ h o ポ e p o d Mini って色々使い勝手がいいんですけれども、そうじゃない人ですね。えー、iPhone を使ってないで Android を使っている。音楽アプリも Apple Music じゃなくて Spotify にしているみたいな人にとってはですね、 えー、かなり使いづらいデバイスではないかなと。できることがいきなりすごい少なくなってしまうので、えー、かなり微妙な、えー、端末になるんじゃないかなというふうに思います。はい。あと、機能としてはですね、2つ、えー、本ッとミニがあると、ステレオ機能ができるんですけど、僕はね、1個しか買ってないので、ちょっとそちらの評価は、えー、話せないです。で次に、音について話そうかなと思うんですけども、音はね、びっくりしました。えー、音はかなりいいですね。いいっていう風なのは聞いてましたけれども、本当に、えー、良かったです。音はすごくいいな といいいいうに思っていて、まあ、低音もね響きもねね響きすごで、すすしドドドドゥゥゥゥンンンンなりまミドルの部分はですね、まあ、若干音はね、やっぱりちょっと薄めには聞こえるんですけれども、まあ、他の、えー、とスマートスピーカーよりは全然聞こえるかなと思います。で、高音のところですね、女性のボーカルの声とかもすごくまあよく通るので、いわゆるね、この V 型のシェイプの、えー、本当にまぁ聞きやすいような音をまあ提供してくれるような音の感じになっています。声が本当によく通るので,ですね、まあ、ポッドキャストをですね、僕結構ニュースとか、 聞いたりとかするんですけれどもポッドキャストはね本当に聞きやすいなというふうに感じてますでホームポッドミニのやっぱりすごいっていうのが、まあ、このサイズ感で音がまあすごくいい音っていうだけじゃなくてですねいろんな場所で聞いたとしても音に何でしょうね変化がないというか例えばスピーカーが前に向いてるものって前に聞いてないとちょっと変じゃないですか横で聞いてるとちょっと小さくなっちゃったりとかすると思うんですけれどもこのホームポッドミニは結構左で聞いてても右で聞いてても同じような感じにまあなっています そしてですね音量を上げたとしても、まあ、変な振動みたいなのも起きないなっていうのが面白いですね本体自体がブル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 ちょっと触れたりとか音の振動によってですね机が触れたりとかっていうことがそういったこともまあ全然ないのでデスクに置いていて、まあ、音量をね大きくしたとしても全然気にならないものになってるかなと思いますともかくこのサイズ感で考えたらすごくいい音だなというふうに感じます まあカメラでね撮った音なのであまり参考にならないかもしれないですけれども音はこんな感じになっていますはい、えー、少しでもね、まあ、音の感じがね伝わるといいなというふうに思っています。 最後にですね、じゃあ、ホンポットミニ、まあ、買った方がいいのか、まあ、おすすめなのか、みたいなところを話していこうかなというふうに思っています。前述した通りですね、iPhone を使っていて、Apple Music も使えるっていう方に関してはですね、で、それでホンポットミニが欲しい人っていう人に関しては、ぜ、ま、ひ、あ、買ってみた方がいいんじゃないかなと思ってます。ホンポットミニの全能力がまあ使えるような感じになっているので、音楽もすごくまあ聞きやすいですし、このサイズ感で考えれば音もすごく、えー、いいです。 で、それ以外にもですね、さっき言ったような音楽をパスする機能だったりとか、まあ広い家だった場合はインターコム機能だったりとかっていうものがまあ扱えたりするので、そういった感じですね。Apple 製品にまあすごく囲まれてる方に関しては、今欲しいと思ってる方に関してはまあ1万円ですしね、えー、お勧めできるんじゃないかなというふうに思います。あとは p p l e Music 契約してる人で、まあちょっといいスピーカー欲しいな、みたいな人にとっても、えー、いいかなと思います。音はね、すごくいいので、本当僕の、えっ、ー、と、部屋とかであれば、音の空間をなんか作ってくれる感じなので、そういった人も おすすすすめかななと思いいますそうじゃない場合ですねアップルミュージックを使ってない人とか a Android を使ってる人これらに関してはもう Google のものだったりとか Amazon のものを利用した方が、まあ、絶対幸せかなっていうふうに思いますこちらの方がねいろんなサービスにね適合しているのでこの2つに関してはもう全然その能力がやっぱりちょっとね違いますしあと値段ですよね値段もやっぱり違うかなと思っててこちらはね、まあ、安くなったとはいえ1万円ですけれども向こうはですね Amazon のセールとかになるともうすっごい安くなります Google のものとかだったりとかすると本当に何でしょう、ね、一時期配布されてたせいもあってメルカリで未開封のものとか,だから3000円以下とかで、まあ、売ってるのでそれを考えると、えー、そちらの方が、ねえー、ちょっと幸せになれるサービス使える量も多いし値段も安いし幸せな可能性が多いかなと。 思いますあとはスマートフォーム構築したい人ですね。やっぱりホームポドミニというか Siri 自体がまだまだスマートフォームのところがちょっと弱いんですよね。他社との連携のところがちょっとやっぱり弱いので、やっぱり Amazon の、えっと、Alexa すごいたくさんスキルがあるんで、いろんな連携ができるんですよ。 いろんな組み合わせができて、すごくいろんな、なんでしょう、ことが自動化できるんですけれども、Siri にはまだそこまでの能力がないので、スマートフォンを使いたいという人に関しては、僕はもう絶対アレクサがおすすめかなと思ってます。で、個人的にはですね、えっと、スマートスピーカーは、えっと、画面ついてるのを僕も使い始めたんですけれども、僕的にはやっぱりこれが一番ね、使いやすいかなと思っていて、やっぱりこの画面がない状態の、やっぱりホームポッとミニがまあ、今あったとしても、やっぱり他社と比べたときにやっぱり機能が落ちてるなっていうのは、すごく感じます。 まあ僕みたくスマートフォームをやっぱり構築したい人にとってはやっぱり他社のものを選ぶ方が僕はまあおすすめかなと思ってますなのでアップル製品にもう囲まれてる人っていうこととかまあ音のいい1万円ぐらいのスマートスピーカースピーカーが欲しかったよみたいな人にとってはえいいかなと。 思いますね。あとはね、個人的にはね、プライバシーが気になる方も、まあいいのかもなとは思いますね。はい。え、いかがだったでしょうかまあホームポットミニのレビューでした。まあ非常にね、小さくて、やっぱりホームポットって今まで3万6千円だったのが、まあ1万円ぐらいで買えるっていう風な値段になったのはすごく評価できる点かなという風に思いますし、他社と比べた時にやっぱりそのデザイン性ですよね。インテリアとしてやっぱり置いてるとかっこいい。 置いてるとかっこいいっていうのが、まあ、実現できててるっていうところとかがそういった点も踏まえるとね、まあ、すごくいい製品かなとは思うんですけれどもやっぱりその目的ですねこのホポポトミニとかスマートスピーカーを買う目的が、えー、ちゃんと自分に合っていればすごくいい製品だなと思うのでちょっとそこら辺自分に合ってるのかっていうのを考えてから購入していただくのがおすすめかなと思います。 はい、このチャンネルですね、ガジェットのレビューを中心に動画を作っています。今日の動画が面白かったという方はぜひグッドボタンを押していただいですね、チャンネル登録していただけると僕のモチベーションにつながるのでぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん次の動画で、バイバーイ